セリーオークポンプ場の東表。建物のすぐ背後には、クロスイコールシティ線の高架が走っている。セリーオークポンプ場は、イングランド中部バーミンガム市、セリーオークで、1878年から1920年まで、稼働していたポンプ場。セリーオークポンプ場は、1878年に、バーミンガム事業団水道局によって建設され、建物直下の井戸から、 家庭用に吸水される水を汲み上げるために、ボールトンワット車製の蒸気機関が設置されていた。ゴシック建築風の建物の設計は、マーティンチェンバレンによるものである。建物の外見は、フランスのゴシック建築による王族の礼拝堂のようになっている。当面のファサードには、上部のブラインドアーケード、階段状に細いブラインドアーケードを配した。 タレット、高窓を廃したアプスが廃されている。ポンプ場としての施設は、1904年にエラン用水路が当地まで開通すると不要となったが、予備施設として1920年までそのまま残された。その後、建物は変電所に転用された。セリーオークポンプ場は1982年7月8日に、指定建造物のグレード2に指定されている。ありがとうございます。